おす、日進月歩、塩田正人です。三枝先生の動画、今撮影してまして、今回は、野口整体とその合気道がどういう関係があるのかっていうのをこう説明していただきたいと思います。で、三枝先生は野口整体のこう、打ち弟子をこうされていて、その後まあ合気道をこう習ってるわけですけども、やっぱり繋がるところがあるということで、私も野口整体のこう、いろいろ本は読ませていただいてるんですけども、まあそこを三枝先生が発見した研究をここで発表していただけたらなと思っております。よろしくお願いします。夜に行くんですか。じゃあ行きましょう。とっておきのことをお教えします。はい。はい。でちょっとお願いします。はい。例えばですね、野口整体でこう相手のあれをこうやる一般的に言うツボというんですが、一般的なツボですか。野口整体はツボという表現はしませんが、その押すべき場所がその穴が動いていくのをこうそうやって動いていく、触っていく、調整する、これを穴追いと言います。はい、穴を追っかけていく、こちらから主体的に。それに対して合気道の場合はですね、こう持ってください。でこういうふうにしますよね。ところが自分がここだとしますね。この場合はここだと相手は強いんですが、ここは弱いんです。相手ってのはこうじゃなくてここに、だからここ持たれてるんだけど、普通にやるんじゃなくて今のところにこうやって移すんです。このまま1センチも違わないんです。だからツボが、ここがツボだっていうのはこっちから下へ行きますが、相手にですね、持たれてる時に相手のにこのツボをですね、相手が自分に押すようにします。僕からこう押すんじゃなくて、相手がここにですね、力を集めるように持つんです。だからこれは例えば正面後ろ打ってください。こうですね、相手は向こうの下へ打ってきますよね。ところがここの場合ある弱い部分がで、そこに対してこういう力を、これがこう、もう一回言いますね、整体がこちらからこういうふうにするすごく。ところが相手にツボを押させるんだ。何か難しいですね。分かりづらいですね。もう一回何遍も話しましょうね。特に持ち技の場合はそうですけど、これ持たれる場合は、例えばここが弱いとすると、ここの力がぐるぐるしますね。これは割と簡単な動作ですけど、選んだわけです。はい、持たれた場合も、これ相手の主体で持ってる。はい、一般的にはここら辺に力が集まる。これをちょっとずらしていくんですよ。ずらした。そうするとこうずっと、だから相手が例えばこうやって、ね、こういうことで分かりやすく言いますね。こういてください、ね。ここにいて、こっからこう押すわけですね。そこに例えばね、それに対して相手のっていうのはこう持ってきます。こっち側からこう当てるような感じ。こちらからこれを壺に当てる感じです。わかりますか。先生見えてないけども、今背中で、うん、だからここを自分がですね、この壺に、こちらの主体でやるじゃないですか。はい、主体でやってつもりでしょ。で特に武道の場合はこっちが攻めてなんかしますよね。それに対してこちらが当てやすいところに当てるんですよ。うん、一番集まるところ。だから典型的なのが感情伝送のこういう技ありますね。はい、こういう技ありますね。その時にここですね、ちょっとこう来ますよね。今回もこう来ますよね。それに対してこの場所にスッと出してくる。だからそれを相手にそこに進んでくるようにしてるんです。だから、ね、整体をやることは野口整体のことはどん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 相手をつながっていくんですよ。ですから井上先生もね、婦人警察官に野口整体の活言論の指導もされてましたね。知ってました？それは知らなかったです。はい、皆さんなら知ってますよね。活言論をね、活言論をね、もう警視庁の婦人警察官に活言論をしてだから活言論っていうのはね、簡単に言いますとね、意識じゃなく体が今動かしやすいように動いている。うん、で変な言い方ですけど、自分、無気になっちゃいけないってことがありましたから、
合気道の場合も相手が来るときに対してここを当ててやろうと思うときにピピピって相手が動いちゃうんですよ。で違うところで、だから正田先生の動きも野口先生と同じく活言運動で意識無意識に動くと相手が読めないんですよ。動きが意外な動きをするわけです。要するに一般的に言うと結構何でもそうなんですけども、はい、あれも最初からでも分かっちゃうところが、あの動きが自分がしゃがもうっていう気持ちを直前までなくさないんですよ。ここがすごく大事なところなんですよ。だから何が言いたいかというと、いろんな要素があって野口整体も無意識の中で人間の体が実は治ろうと思わないんですよ。これ以上悪くなる前として頑張ってるんです、病人っていうのは。それを治すっていうのはかなり勇気がいるんです。と今日をつかないといけないんですよ。野口整体も非常に武道的なんです。脳活気心法って、ね、聞いたことあると思いますが、あれも非常に武道的な動きですが、相手のその力をですね、そのギャーッと押し込むんじゃなくて無意識の中でやって今日つかない、足払いと思うんですね。ここやろう、ここやろうって来ないんですよ。キュッていうかパーンと息を吐き切った瞬間にスッといく。これも全く野口整体と同じ、正田先生と同じくですね、合気道の技もそうですけども、整体もどの角度で、同じ場所もどの角度で、どのスピードで、どの強弱で、どのタイミングの4つがなった時にしかツボっていうのは発動しないんです。それは実は武道と同じです。そこでヒュッとやるのもその角度、そしてスピード、強弱、強すぎても弱すぎてもいけない、弱い体の人に強かったらそこで壊れちゃいますからね。そしてタイミング、この4つが揃った時に来るのは全く野口整体も合気道も同じです。いわゆるコストの世界ですから、だから真実の世界じゃなくて、シュッと相手の力をまとめて直していくのと、相手の力を集めて4つ倒すということで解決する世界と非常につながっているということなんですね。少しお分かりになりましたか。はい。ですからね、うん、意識をした途端に、例えば簡単な意味でね、こうやって2回とかで潰すっていうともうつながるんですよ。だけどこっちの線も変える、意識を変えるぐっとこう、あのそれがね、頑張って上がってくるんです。もう何とかしようと思って上がってくるんです。そうそうそう、うん、意識がないんですよ。もちろん形もずっと整ってますよ。だけど潰そうと思うと相手は傾向と対策が生まれるんですよ。でそういう争いの気持ちをなくしとかないで、ですから野口整体もですね、直してください、私が直しましたって言うとね、治らない、うん、そのぐらいのリズムの方が治療として効果を発揮するんですよ、うん、なんかそこいった大したことやってもらってないけど、あの日から具合がいいんだけど、多分治る時に治るタイミングで行ったのかな、うん、というふうな誤解をさせるのが野口整体なんです、うん、あの人のおかげで治ったとかね、マスクしてて、あと手術して、あとは本人の体力ですという先生っていう世界がないんですよ。それと同じく、そうですよね、ヒクソン・グレイシーだとそうですよね、ヒクソン・グレイシーにやられた人は次は勝つって思うんですよ。もう本領発揮する前に倒されてるから、いや俺負けてないって、非常にそういうところは、ね、充実の基本を取ってる。合気道においても負けた感じがしてない。だから相手が本領を発揮する前にヒュッとフェードアウトする力、それはもう、まさに野口整体もそうで、相手が頑張ってですね、これ以上悪くならない、この人直してくれないのかな、でも壊されたら嫌だっていうのをですね、ヒューッと持っていくと、えっていうふうになってきて、体が変わっていくのとですね、こいつなんかこんなちっちゃいのなんか負けるわけないと思ってやってるのは、全然本領発揮する前に痛くないけど、なんか結局負けちゃったなって持っていく違いと非常に近いところがあるんです、うん、先生にも機会があれば野口整体を勉強してるので、ぜひ活言運動って面白いのもありますから、はい、無意識を活用する。ですから本当は柔和だっていうのは、あれは相互活言運動なんですよ。その時に初めて本物の技が出るんです。だから誤解はされてますけど、僕も先生を見て、僕がやった時も見てくださったと思いますけど、4人も5人も相手に、倒すやつとかやりましたよね、はい、あれも一切打ち合わせもゼロ、
はい、演舞の時の情報って全然ない。当日一人外人がいたんで、はい、日本語に言ってるの場所が違うよって3人と3人で持ってもらうのがこっちに4人と2人これできるのかなと思いましたけど、はい、館長先生も全然打ち合わせないんですよ、うん、それでこの場合準備体操とかするやらないんですよね。いやだけど何の体操もしない。でも喧嘩で準備体操する人いますか。この野郎バカ野郎って言ってこうやって今ストレッチだとかいろいろないでしょ。パッとやんなきゃいけないんですよ。それはもう武道でもね、野口生態と同じで、やっぱりそういうつながりがね、深いところにつながってるんですよ。でそこの面白さがね、皆さんが味わってくれると嬉しいなと思います。ありがとうございました。動画がいいと思いましたらチャンネル登録のほどよろしくお願いします。バイバイ。どうも。